兄弟たちよ、今日の福音は大きな慰めです、えー。そして大きな希望となります。人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、 どうしてそうなるのか、その人は知らない。私はすぐシーズクリストのことを覚えていますた。シーズクリストはもちろん神、えー、であったので、神の子を神であったので、神であったので、あの、彼を苦しみ、そのジョージカの正義、そして 葬られ、そして復活するということを前もってしていた、すでにしていた。それはそうです。それはそうです。が、どういうふうに、あるいは、この死に、彼の人間の部分は、知らなかった。彼が、えぇ、ー、ジ,ジに貼り付けられた時には、 どういう痛みどういう感じ彼が侮辱された時には、追い出された時には、避難された時には、迫害された時には、妬まれた時には、ねどういう感じどういう経験であるかを知らなかった。そして、葬られた時には、死、死、肉的に、 その死は何であるか知らなかった。そしてどういう風うに復活するか。復活するのは彼が確信した。彼を信じた。人間の、人間的にも。人間の、えー、本質も。もちろん。けど。けど。これは具体的に。この自分の過ぎ越しの神秘はどういう風うに。 実現されるか。彼はどういうふうに、何、何、何を経験し、具体的に、これはどういうふうに自分に実現されるのを知らなかった。だから、ジェッセマニの中では、えそのオリーブの、えー、そのには、血を流すまでえ、苦しんだ、悩んだ、怖かった。 だから、自分が、うん、できれば、えその、その、その、死、その、土に入りたくない。が、私の意志のではなく、父の身胸、ね。あなたの身胸を行うようにしてください。この信仰は、非常に大切。 なぜかというと、今日の福音には、天の国は、天の国というと、やっぱり神が治めるところ、神が治める人生、神が治める国というか、交わり、共同体、天国、もちろん天国が完成、まとうされる、教会、教会で、わ、私たちが、もう、味見を味わう、 でしょで、教会で味わった味見が天国にはまとされます。だから、その生き方、その新しい国、その人間が想像もできない愛し合うこと、許し合うこと、その交わり、その,その愛、その生き方、天の国、神の国。 何に例えられるんですかやっぱり、種まき、そしてまかれた種。両方。そう、同じことです。一方では、その、ある人のようなものである。その人は種をまく。そして続け、続けられたら、やっぱり、その種も天のに 少しずつ、少しずつ、少しずつ、ちっな、ちっな、ちっちゃなも目に見えないぐらいね同じこと。同じこと。それ、それは私たちのためには、今日、大きな、大きな、大きな慰めです。私たちが毎日、毎日、シュイエスクリストと、同じように、その、ゲッセマニーの、そのに、入ります。あるいは、います。起きた時には、私たちが、 ゲッセマニーに言います。今日の日はどういうものであるかを知らない。私たちが知っているのがまかれるだろう。私の人生はこの日にまかれるだろう。私自身が奥さんの性格にまかれるだろう。私自身が主人の、えー、悪い気持ちにまかれるだろう。で、主人の その悪い気持ち知っています。もう何回も何回も見た、何回も経験したけど、今日、今日、今日こそ。私は、主人に出会って、主人と話して、主人の、その、ね、えー、気持ち、その言葉、その態度。私にどういう風うに届くか。 私はどういうふうにそれを、えー、認めるか。認める。いわその、ね、あの、悪い言葉、例えば。え、もう、その、えー、ひどい態度があったとしたら、私が、どういうふうに苦しむか。具体的に、私の心の中に、どういう、 ね、風に入って私を苦しませるか。知らない。私は今日、仕事のところでは、私、どういう経験するかを知らない。はい、そして、ね、まあ、その仕事、その、なんかね、その、えー、与えられた、えー、使命など、すべて果たそう。そして、もう20年前から同じ仕事するから、表面的にあんまり、 変わらないんですけど、人との関係。そして、私自身は疲れて、疲れていない、などでしょ家では何かあったとか。私も、その土である仕事、土である学校、土である、ね、そのいろいろな状態は、私を待っている状態が違うんです。毎日違う。 で、私はどうすればいいかを。私が知らないから、怖いんです。いつも怖い。あんまり入りたくない。あんまり、でしょ逃げたい。できれば逃げたい。イエスクリストと一緒。できればこの土は怖いか、恐ろしいから。子供の危機が恐ろしいです。兄弟の問題が恐ろしいです。仕事の問題恐ろしいです。 自分自身が恐ろしいです。で、私たちが今日、そして毎日毎日、イエス・クリストと一体となり、教会の中では、え、<laughs> イエス・ s リストと一体となり、 非責御言葉などを通して私たちがイエスキリストと共に歩み、イエスキリストと一体となり、イエスキリストご自身が私のうちに生きるようなものとなる。彼が私の心の中には、私の頭の中には、私自身には住まいとし、彼自身が私を引っ張って、彼自身が私の 体、私の私を使って、私と共に、その一日、一日、一日、その出来事、その出来事、その問題、その、ねえー、私を悩ませること、私を怖させることに入る。そして、起きていても、寝ていても、身を結ぶ。 成長し、身を結ぶ。あ、わかるね。今わかる。身を結ぶけど、身を結ぶためには成長する。でも成長するためには、土の中にも成長し、そして土を、なんか、土の中に穴を開けて、出て、そして成長する。死んで。 主人のために死んじ死んで、主人のその態度に入って死にます。私の、私の考え、私の意見など、死にます。その種と同じように死にます。溶けられます。けど、死ぬことによって、私が復活すること。その壁、土から解放し、 天国、天まで引っ張られる。でしょすべての木、すべての、えぇ、ー、さの、すべて、すべての花、すべて、すべては、え上まででしょお空まで空、お空を向かって成長するでしょお空から、その光から引っ張られるでしょ私たちも。天、私たちの運命である天国、永遠の命、 から引っ張られて成長する。そして身を結ぶ。愛の、愛の身を結ぶ。許しの身を結ぶ。目で見たら、私たちのは本当に何もないです。怖い、弱い。その一番ちっちゃな種でしょそうです。その通りです。でもクリストが私と共に、教会の中では、 私たちのために祈ってくださる。私たちをゲッセマニまで導いてくださる。ゲッセマニでは祈ったり。彼と一緒に祈ったり。おんちちに自分のすべてを捧げたり。神のみ胸に入って。彼の従順をなんか、に参加して。彼の従順をつかって。彼のその従順の態度をもらって か、御父の身胸に従って、一つ一つの通知、恐ろしい通知、怖,怖い通知に入って、そしてイエスクリストと共に、そちらに死んで復活する。彼と共に死ぬなら、彼と共に生きる。そうです。クリスト者の生き方。クリスト者の生き方はこれです。 この人復活の神秘、いつもいつも私たちの中に実現される。間には月ッ間に怖いこと。知らないこと。そうです。その怖いことの前、その知らないことの前には月ッセマがあります。教会。教会の祭儀教会の天理教会の祈り。そして個人的な祈り、けど個人的な祈りも みんなと一緒に、兄弟と一緒の祈りです。そして入って、イエスキリストと共に入って復活する。そして身を結ぶ。その身によって私たちの隣の人が救われる。神の愛に出会う。それを味わう。私の方から出る言葉、態度、許しなど、その愛の実りである。クリストの愛の実りである。そして、それを取った人が、イエスクリストを わからなくても素晴らしいんじゃないんですか私たちは、だからわからないことは、本当にわからないこと、知らないことはお、恐ろしくても私たちを導く。安心して恐れるな、恐れるな兄弟たちよ知らなくても 私たちがクリストと共に、その知らない、全く知らない日、全く知らない状態に、全く知らない出来事に入ることはできます。どうして知らなくても、お父が、どういうふうに私たちが、そちらに入り、そちらに死に、そちらから復活するの彼が知ってます。私たちは、寝て、寝て、 イエス・キリストと共に寝て、つまり、もうすべてを捧げて、寝て、寝て、休んで、そして起きる。寝起き寝ても起きてもでしょ今日の福音には。この死と復活の神秘の、えー、予言です。今日たちを元気を出して、信仰を持って、教会の信仰に支えられて、この日に入りましょう。